はい、どうも、袖内緒です。皆さん、いよいよ、明日9月25日は、映像圏には手を出すなの映画の公開日でございます。いや、ついにもう来ちゃうんだっていうね、もうあと1ヶ月とか2ヶ月ぐらいあるなと思ってたらもう明日ですから、めちゃくちゃ早いというね、感じなんですけど、まあ、この映像圏には手を出すなの劇場グッズがあるみたいなので、それを見ていきたいなと思います。はい、こんな感じで商品一覧という感じでね、結構たくさん、グッズ、あるみたいなんですけど、まず B5 下敷きね、定番なんか、やっぱ映画とかってさ、そう、映画のグッズとかってこう、下敷きとかよく売ってるよね。うん、その下敷き、B5 下敷きが450円。で、クリアファイルセット880円。で、ポストカードセットが1100円。缶バッジ1個500円。まあ、これはランダムにね、入ってるっていうことで、何種類なんだろうな。12種類か。12種類のうちのランダムに1個入ってると。で、アクリルスタンド、各1100円。それから、うさぎぬいぐるみレプリカが1320円。そして、フェイスタオルが1600円。あれ、この映像圏のさ、フェイスタオル、あれはね、アスカちゃんのさ、46時間テレビの斎藤飛鳥には手を出すなのタオルと似てるね、迷彩で。で、あとは T シャツ3000円という感じで。やっぱこの僕映像圏のこのなんて言うんだろうな、デザインというかこの黄色ベースのがめちゃくちゃいいんすよね。まあ個人的にいいなと思うのは缶バッジとあとアクリルスタンド。アクリルスタンドめちゃくちゃ良くない？アクリルスタンド僕真面目に欲しいわ。マジで、いや、別にふざけ、いつもふざけてるわけじゃなくて、全部別にね、欲しいんですけど、特に欲しいわ、アクリルスタンド。めちゃくちゃ可愛くない？この浅草緑っていうアスカちゃんのやつめちゃくちゃ欲しいんですけど。で、まあもちろん劇場でね、このグッズたち購入してもいいし、もしね、売ってなかったっていう売り切れとか、そもそもね、置いてなかったとか、そういう時には、明日9月25日公開日の午前11時から、ステラ通販っていうところでも、この劇場グッズ販売、するみたいなんで、劇場で買ってもよし、ネットで買ってもよしっていう感じで、いやーもう、めちゃくちゃ楽しみですね、マジで映像券ね。まあ僕明日公開日にね、多分見に行けないと思うんですけど、必ず見ようと思うんで、ぜひね、まあ、皆さんは明日、ぜひ公開日に映像券には手を出すあの映画、見に行って、で、グッズもね、買っちゃってください。ということで、今回これで終わりたいなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、コメントよろしくお願いします。バイバイ。